筑前山手駅は福岡県か谷郡笹栗町大和笹栗にある九州旅客鉄道笹栗線の駅である。駅番号は JC07。短式ホーム一面一線を有する高架駅。笹栗線電化後は同線で列車交換設備がない唯一の駅となっている。山間部の高架線の途中に位置するため線路が地上よりかなり高い位置にあり、地上からは 塔のような階段設備80段を上り下りする必要がある。エレベーター、エスカレーターの設置はない。無人駅。守護家は利用可能であるが、カード販売とチャージの取り扱いは行わない。階段の下に扉付きの自動券売機が設置されている。かつてはホーム脇の待合室部分に設置されていたが、券売機嵐によって破壊されたため、現在の場所に移された。 無人駅であるが2.34両編成のワンマン列車はすべてのドアが開く。快速特急列車は前後の緩和曲線の関係でやや高速で通過する。1日の平均乗降人員は以下の通りである。ホームから八木山バイパスが見える。駅の下には線路に並行して国道201号が通っている。山間部に立地しており、 駅周辺には大規模な施設はなく、笹栗新四国88カ所令場の巡礼者を対象とした土産品店や旅館が点在する程度で換算としている。駅前に西鉄バス、山手、オアシス笹栗巡回バス、山手バス停の各バス停がある。西鉄バス平日1日一本天神方面行きのみの運転となっている。土日宿運休。 二瀬川方面に行く便はない。オアシス笹栗巡回バス、笹栗町のコミュニティバスで1日2本運行。無料。町内であれば、西鉄バスよりも便利。ありがとうございます。